おはようございます。ズベルです。今回は続きのラルフですね。ラルフは、はい、ストーリーにはあまり絡んでいないんですけれども、なかなかの性能をしております。まあ、レオナ、ね、前回解説したレオナが、オロチ関係者の割にはあまり強くないんで、まあ、それを守るナイトの役割としてはちょうどいい性能なのかなっていう気がします。特徴としてはかなり初心者におすすめのキャラなんですよね。どの通常技もまあなかなか性能が良くて、単発単発でダメージを積み重ねて、相手が動かなくなったところを投げると、なかなかオーソドックスな基本の詰まったキャラだと言えます。非常に使いやすいんで、初心者の方、本当にこれキャラに迷ったら使ってみてください。まあキャラに迷ったらダイモンっていう風に言えるんですけど、ダイモンよりも最初のうちは使いやすいんじゃないですかね、このキャラの方が。ダッシュが速かったり動きが速いんで、ダイモンよりも使いやすいはずです。で、まあ強さ的には10強に入るか入らないかっていうラインなんですけれども、上位キャラとそこまで相性が悪くないんで、まあ、使い込めばガチ対戦でも十分に戦っていけるキャラかなと思います。ダイモンあたりに相性がいいっていうのは結構ポイントでかいですね。じゃあ、技の性質の方を見ていきましょう。まずは遠距離立ち絵、これ実は遠近共通の見た目をしているんですが、内部データがちょっと違います。これ近距離版よりも遠距離版の方がちょっとダメージがでかくなっていますね。でどちらもキャンセルかからず、まあ、連続技として使うとしたら、まあ、ヒット時ノーキャンセルでコマンドが決めるものしかありません。まあ、連続技で使うっていうよりは牽制技ですね。ジャンプ防止技で使いましょう。あと判定強いんで、相手の牽制技とのぶつかり合いでも強いです。ダイモンの立ち絵なんかとぶつかった時に一方的に勝ったりしますね。しゃがまれた時に当たらないのがちょっとネック。あと調子に乗って振ると、まあ、こんなバルカンパンチが見えちゃうんで注意っていうところですかね。まあ、牽制とジャンプ防止で使っていきましょう。続いて遠距離立ち火、悪くはなさそうなんですが、キャンセルはかからず、そして、リーチも半端な感じなんで、あまり使い道ないかな。まあ、一応面白おかしく使えるとは思うんですけれども、まあ、最初のうちは気にせずでいいと思います。そのまま遠距離立ち、はい、非常にリーチが長く威力がでかいです。カウンターヒットするとダメージもかなり上がりますね。なもんで、まあ遠距離ではね、かなり振り回しちゃってもいいんじゃないかなと思います。ただ上からジャンプに乗っ取られちゃうと連続技の的になってしまうので、少し注意が必要ですね。まあ、この技は本当にラルフの強さを支えてるっていう部分もありますので、この技の振り方をまず先に考えるのがいいと思いますね。これぐらいの間合いで投げを匂わせて、相手側投げられたくないからジャンプに逃げるってなった時にこの技を振っていくと、まあ、ジャンプの飛びかかりにこの遠距離シーが刺さるって形になります。こういう当たり方が一番美味しいですね。で、細かいことなんですけど、この技、まあ見た目通り、ラルフがすごい前に出て、やられ判定が前に出ますんで、まあいろんな技、避けることができます。ラルフ同キャラ戦なんかだと、ちょっとコンピューターなんでやってくれませんが、この遠距離立ち位に、ガードキャンセルウッドバシをやってくれると、ラルフのガードキャンセルウッドバシってすごい前に進むんですけど、その前に進むせいで、はい、この遠距離 C、やられ判定と攻撃判定行き違って、ガーキャンフットバシがスカルって形になります。まあそこにコンボが入ったりもしますんで、まあいろんな場所で使えるんだなということを知っておいてください。やられ判定がね、前に出るっていうのは意外と使える要素です。まあ、そのとこですかね。まあ、低姿勢の相手に当たらないんで足払い系のには負けちゃうんで、そこだけちょっと気をつけてください。相手が地上にいるからってブンブン振り回してると、まあ、足払いでこかされちゃうよって感じですね。続いて遠距離立ち入り、まあ、これもキャンセルはかかりませんが、まあ、なかなかいい感じの牽制技です。足払いなんかをね、一方的に潰したりできます。まあ、遠距離 C で、足払い誘って遠距離立ち入りっていうのがいい流れかな。まあ、無理して決めるほどではないんですけど、ね、まあ、遠距離 C も遠距離立ち入りも、ジャンプされると連続技の的になってしまいやすいんで、そこは気をつける必要がありますね。遠距離 C は足払いとジャンプ両方に弱い、遠距離 D は足払いに強いけれども、まあ、遠距離 C 以上に飛ばれやすいよという形になります。まあ、足払い読んだ時は素直にジャンプから連続技なり何なりを決めた方がいいような気もするんですが、まあ、あくまで地上に張り付いて戦うのであれば、この遠距離立ち D がいい感じに、ね、力を発揮してくれるかなと思います。じゃあ近距離技いきましょう。近距離立ち絵は先ほど説明した通りです、内部データがちょっと劣っている立ち絵ですね。遠距離立ち絵と同じもの、キャンセル不能しゃがみに当たりません。続いて近距離立ち火、なんか膝蹴りです。リーチは結構短いですね。
まあ認識前も狭いんですけど、まあこれといっていい使い道がこの技自体にあるわけではないんですけど、まあ重要なポイントとして、しゃがみに当たるっていうものがあります。ラルフの近距離 C、まあ、次に説明するんですけど、これがしゃがみに当たらないキャラがいるんですね。座高の低いキャラに当たらないんで、まあ、通常投げを前 BC 同助詞で仕掛けて成立時に近距離 B が出るようにするっていうのは結構重要なテクニックになりますので、まあ、その時に出る技がこの近距離 B だなってことを知っておいてください。で当てると、まあ、ノーキャンセルとコマンド投げつながるのが有利フレームが取れますので、まあ、この技はガードされても問題なし。でまあキャンセルもかかるんですよ。でまあ持続そこそこあるんで、こんな感じで立ち B しゃがみ A っていう風につなげることも可能です。まあ、ラルフの通常技はあの弱攻撃は連打キャンセルで他の弱攻撃につなげるってことができないんで、まあこういう重ねのコンボもできますよっていう感じですかね。ではそのまま近距離立ち C、まあ、こんな風にどこで殴ってんだかよく分かりませんけど、なんかちょっとやんちゃなパンチですね。まあこれは見た目は非常に強そうなんですけれども、しゃがまれると当たらないキャラがいるんですね、さっき言った通り。なのでちょっと強気でブンブンね近距離で振り回すには向いていない技です。無駄弾使う分には全然問題ないんですけれども、そういう低姿勢の雑魚の低いキャラを相手にした時にちょっと使えないんで、まあ前 BC で通常投げを狙いましょうって感じですかね。で低姿勢の相手に、連続技を決めるっていう場合には、まあ、しゃがみ C で、連続技を決めるようにするといいと思います。まあ、この近距離 C はキャンセルかかります。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ近距離立ち D ですね。近距離立ち D、まあ、これはなんか足元無敵っぽい感じがするんですけど、上の方蹴ってるんでそんなにね、あの低姿勢の相手に当たらないわけなんですね。なので何に使うのって話になっちゃいそうなんですけど、まあ、一応この近距離 C よりも上方向に判定がありますので、まあ飛んで逃げた相手に対して当てやすいんですね。コマンド投げそうだなと思って飛んで逃げた相手に対して、まあそこそこ当てやすいかなって感じです。ただまあ発生は近距離立ち C の方が早いんで、まあこれいくらね空中投げに当たりにくいとはいえ、発生は近距離 D の方が遅いんで、次の選択肢で使うっていうのはちょっと難しいかな。はい、まあ無理して使う必要はないでしょう。ではそのまんましゃがみ技ですね。しゃがみ A、 これキャンセルかかります。で判定もそこそこ強いです。なのでまあいろんな場面で使えそうには思えるんですが、結局あまりお世話にならないかな。まあノーキャンセルでコマンドでつながりますし、キャンセルもかかって連続技も使えるんですが、まあ、ラルフは他のしゃがみ C なんかが優秀なんで、そんなにお世話にならないですね。先ほどやったような、重ね立ち B しゃがみ A っていう連続技で、そのしゃがみ A にキャンセルしてコマンド投げ決めるぐらいでしょうか。じゃあしゃがみ D、 これキャンセル不能ですが、まあ、ノーキャンセルでコマンド投げがつながります。あまり姿勢が低くないんで相手の技を透かしてこの技を当てるっていうのは難しいんですけど、できないんですけども、まあないよりはマシですよね。下段です。ラルフはあのコマンド投げにガード崩しを頼ってしまいがちなんで、まあ、飛ばれるとフルコンボもらっちゃうっていうのが結構多いんですよね。なのでこの技からヒットコブに投げが決まるっていうのは、まあ、ラルフで安定して勝っていくためにはすごく重要な要素ですね。この技を使って、低リスクにガードを崩していきましょう。シャガン D ヒットコブでノーキャンセルのコマンド投げですね。歩き壊しとか、まあと遅らせた下段なんかで使うといい感じです。続いてしゃがみ C、まあ、これ総流派とかいう名前がついてるんですけど、速くてなかなか使いやすいですね。まあ、残念ながら上方向には判定弱いんですけれども、発生速くてキャンセルかかりますのですごく使いやすいです。この技、持続も長いし隙もそんなにないんで、ガードとした後にこうやって遠距離 C までね、しゃがみ C 遠距離 C みたいな感じでセットで振っておくと、まあ、両方とも相手に当たったりすることも多いんで、まあ、おすすめですね。まあ深く考えずにね、この遠距離 C としゃがみ C はブンブン振っちゃってもいいんじゃないかなと思います。まあ慣れてきたらまた他の技も使ってほしいんですけれども、まあ、よくわかんねえやと思ったらもうこの技振り回しまくってればいいと思いますね。で持続が非常に長いので、こんな風に、まあ、重ねるとね、しゃがみ C 遠距離立ち C みたいな感じで繋がったりします。
まあ、遠距離タッチ C をつなげる必要はないんですが、これぐらい重ねると有利フレームが取れますよっていうことですね。まあ、持続が長い分キャンセル受付も長いんで、ややヒット確認気味にコマンド投げを出すこともできます。まあ、コマンド投げは、ね、ディレイかかっても掴んでくれること多いんですけど、その他の必殺技をキャンセルで出そうとしたときに、あのディレイキャンセルになっちゃうと、まあ、本来つながるはずの必殺技がつながらなかったりってこともありますので、そこはちょっと注意が必要ですね。じゃあ続いてしゃがみり、これはまあオーソドックスな足払いです。キャンセル不能ですが、まあ、発生の遅さが逆にちょうどいいみたいなところがありますので、遅らせゲーなんですかね。まあ、投げ警戒して後ろ下がりたいなってなってる相手に対してこうやって差し込んでやるのが主な使い道になります。はい、じゃあ続いて地上吹っ飛ばしいきましょう。地上吹っ飛ばしはまあこんな技になっておりまして、まあ、ゼロ2っぽく使えるんじゃないかなって気がするんですけど、ゼロ2のようにはいきませんね。低姿勢の相手に当たらないようになっています。隙もまあゼロ2よりはねちょっとある感じなんで、無理して使う必要ないかなっていうところですね。ガードキャンセルフットマシで出すと、まあ、なかなかリーチのあるガードキャンセルフットマシで前に身を乗り出して殴ってくるので、相手が遠くにいても当たるんですけれども、まあ前に出る分相手のジャンプ攻撃にガードキャンセルフットマシしちゃうと相手をくぐってラルフが前に行っちゃったり、なんかあさっての方向を殴っちゃったりするので、ちょっと飛び込みに対してガードキャンセルフットマシを使うのは危険ですね。あとは、まあ、この生で出した地上フットマシと同じように停止の相手に当たらないので、よりのしゃがみ B なんかでガードキャンセルフットマシをしちゃうと、まあ、スカっちゃってエンドガサもらって一気に昇天ということもありますので、そこは気をつけなきゃいけないですね。あのガードキャンセルフットマシを出す相手の技をしっかり見極めなきゃいけない技になると思います。なかなか難しいですよね。ただこれぐらいの距離でね、相手が飛び道具を打ってきて、その飛び道具にガードキャンセルフットマシをすると相手に当たるっていうのはなかなかの強みではあると思います。カウンターヒットすると一応追撃ができます。こんな感じでね、今のは重なったみたいなところから当てちゃいましたけど、一応重ねてなくても普通の、立ってる相手に対してカウンターヒットさせても近距離 C で追い打ちが可能です。じゃあジャンプ攻撃いきましょうかね。ジャンプ攻撃には、ラルフは8種類用意されておりまして、ちょっと解説長くなってしまいますが個別に見ていきましょう。まずジャンプ A、まあ、なんかやる気のなさそうなパンチにも見えるんですが、判定も強いし発生も早いしで、なかなか使えます。あの緊急回避に使えますね、こうやってバックジャンプなんか出してね。空中戦で結構強いんで、まあ、使うべき機会は この技を使うべきだみたいなところは結構実はあったりします。攻められてどうしようもねえなと思ったらこの技でこうやって逃げてみましょう。で一応キャンセルかかりますね。キャンセルかかってもうしょうがないですけどね、この技はね。じゃあ続いてジャンプ B いきましょう。この後キャンセルはかかりませんが、空中戦でなかなか使えます。こうやって小ジャンプなんかでばらまいておくといいんじゃないですかね。ただ安いんでね、ダメに小さいんでそこだけはね。じゃあ続いてジャンプ C、肘打ちですね。キャンセルかかります。まあこのジャンプ C に対して相手がガードキャンセルフットバシなんかをしていた場合には、この急降下爆弾パンチが当たるようにはなっております。まあ、口ではあるんですよね。でまあ、めくり性能もありますので、相手を飛び越しそうな時に出してみるといいんじゃないかなと思います。まあ、攻めかかる時は、この技かジャンプ吹っ飛ばしでって感じになるんですよね。続いてジャンプ D。まあ、これも攻める時に使えるんですが、まあ、キャンセルはかかりません。まあ、めくり性能がね、あるかっていうと、ほんの少しだけあるんですけど、まあ、無理して使う必要はないんじゃないかなって気がします。ジャンプ C がやられ判定ちっちゃくて優秀なんで、この技を使った方がいいよっていう機会はそんなに多くないです。まあ、ジャンプシーンに比べれば下方向の判定がありますので、まあ、低姿勢の相手に当てたいなっていう場合は、この技の方がいいと思います。ただ、下方向に強いとは言っても、クリスのスライディングに当たるほどではないので、過信は禁物ですね。じゃあ垂直ノーマルジャンプ攻撃いきましょう。垂直ノーマルジャンプ A。はい、こんな、ラルフバリアーとか呼ばれるんですよね。なんと、このゲームにしては珍しい。出たら出っ放し。持続は着地までっていう技になっています。なので上り出して、着地までずっとこのギアンテ出しっぱっていうのが一番いいですね。判定も強いしダメージもでかいんで、なかなかラルフの要になるかなという気がしています。ただね、この打点を見ていただければ分かる通り、低姿勢の相手には実はあまり当たりません。
走り込まれて、着地をね低姿勢の技で攻められたりするとこの技が当たらずにしゃがみ体験もらっちゃったりすることもありますのでそこは注意が必要ですね。まあ、キャンセルはかかりません。続いて垂直ノーマルジャンプビュー、なんかこんな蹴りであまり使い道はありません。ダメージはまあそこそこなんですけどね、キャンセルもかからないです。垂直ノーマルジャンプシー、これが強いですね。持続長くて安定強くて、ダメージも高いんですよ。なので、まあ、ラルフバリアと使い方は似たようなものになってしまうんですが、ダメージしっかり、取っていきたいな、で相手が下にいるなっていう場合にはこの技の方がいいですね。まあ、この技の方が下方向には強くなっています。ジャンプでキャンセルもかかるんですね。垂直ノーマルジャンプリー、はい、なんか横方向なんかやんちゃな距離を放っておりますが、このね、垂直ノーマルジャンプ B と同じであまり使い道がないです。キャンセルかかりませんし、持続もそんなないし、判定そこそことはいえ、だったらジャンプ A とかジャンプ C 使うぜって話ですよね。なので、まあ、垂直ノーマルジャンプの B と B は趣味の技かなっていう気がします。コメントなんかでね、こういう使い道あるじゃんかよっていうツッコミを受けるかもしれませんが、まあ、現在ラルフで戦ってる人たちは、この技を頻繁に振ってるってことは今のところないですね。まあ、ガチ対戦なんかだとやっぱり A とか C が割合としては多めになると思います。まあ、とりあえず、ジャンプ A とジャンプ C の使い道から覚えた方がいいかなと思いますね。じゃあ、ジャンプ攻撃の最後にジャンプ吹っ飛ばし。これが判定強いんですよね。まあ、横から当てると、まあ、いろんなキャラのね、しゃがみシーンのアッパータイプを潰したりするので、まあ、この技で横からぶつかっていくっていうのが非常に強いです。吹っ飛ばし攻撃なんで、ガード硬直長いですし、まあ、ラルフがね、自分のペースで相手を固めて投げに行くみたいな時には非常に重宝します。大事です。まあ、キャンセルもかかりますので、相手のガーキャン吹っ飛ばし受けたりもできますし、使える技ですね。はい、それじゃあ通常投げですね。通常投げ、まあ、ラルフの近距離 C がしゃがんでる相手に当たらないことがあるんで、前 BC で C 投げを出すといいんですけども、はい、C 投げは、まあ、こんな頭突きですね。まあ、なかなかテンポもそんなに悪くないし、決めた後の状況もそんなに悪くありません。なので、まあ、この C 投げは結構積極的に狙ってっちゃっていいんじゃないかなと思います。まあ、強制ダウンではないのが、まあ、ご愛嬌というか仕方のないところですね。続いて D 投げ。なんか、やけにかっこつけて光ってる投げになっちゃってるんですけど、まあ、一応強制ダウンはうまいと思うんですが、まあね、変なポーズ取っちゃってるんで置き攻めには行くことができません。なので基本的に C 投げ狙いでいいんじゃないですかね。前 BD でこの D 投げを狙うってこともありますけれども、まあ、この技決めても位置入れ替わっちゃうしあまり美味しいことはありません。前 BC で C 投げを狙うようにしましょう。じゃあ必殺技いっちゃいましょう。このキャラ実は特殊技ないんで、必殺技の方に移りたいと思います。はい、必殺技まず一つ目は、バルカンパンチ、パンチボタン連打で出るバルカンパンチってやつです。まあ、弱と強で、微妙にスピードが違ったりもするんですけれど、まあ、基本的な性質はあまり違いがありません。そして出てしまったら途中で止められないんで、パンチボタンを押しすぎると大変なことになります。ちょっと危険ですね。なもんで、パンチボタンを押しすぎないようにしましょう。この技出ちゃっていいことはあんまりないんですよね。一応出掛かりが上半身無敵だったりして相手のガーキャンを避けることもあるんですけど、まあ相手がガーキャンしてなかった場合は反撃受けることもありますよね、足払いとかで。だから無理して出さない、使わないのが一番ですね。まあ、どうしても俺はこの技使いたいんだってやれば削り等で使うしかないのか、トレンド技かな。じゃあ続いてガトリングアタックですね。後ろため前パンチです。弱と強で、まあ、移動距離なんかが違ったりします。威力にはヒット数も違ったりするんですけど、まあ、ナルフの連続技としてはそんなに安定してつながるもんでもないです。はい、あの密着の近距離 C から最終段スカっちゃったりしてますよね。しゃがみ C、近距離 C どっちから出しても、最後スカったりしますので、これも趣味の技だな。無理して使わない方がいいと思います。まあ、暴発すると死んじゃう技ですので、まあ、せっかくだからこれも削除した方がいいんじゃないかなって気がするんですが、まあ、この技はね、あの94からやってる方にとっては愛着のある技かもしれないんで、まあ、画面端なんかでね、連続技を決める機会にはこの技がいいんじゃないですかね。ちょっと緊急にしようと思いました。画面端ならこうやって繋がりますよ。
ダメージがでかいかっていうとね、普通にコマンド投げ決めた方がいいんじゃないかって気もするんですけども。じゃあ続いてコマンド投げであるスーパーアルゼンチンバックフリーからいきましょう。1フレーム投げです。投げ前にそこまであるわけではないんですけども、こんな風に投げることができます。で、相手キャラにもよるんですが、これ投げた後に大ジャンプすると、裏に回れるキャラは何キャラかあります。まあ上位キャラで言うとヤシロとかダイニングですね。そのあたりのキャラが投げた後に、その場から大ジャンプ C をすると、まあ、これラルフだから反対側回れてませんけど、ヤシロやダイモンにはあのジャンプ C がめくりで当たるようになっております。なので、この投げで強制ダウンを取って置き攻めに行くっていうのが重要になりますかね。まあ、一部のキャラには大ジャンプで、めくりを狙えるっていう小ネタがあるよっていうところでしょうか。ユーリグレーンはそこまでありませんが、やっぱり強制ダウンっていうのはでかいですね。こうやって攻めに行ってますからね。ダメージはそこまでありませんが、まあコマンド投げですからね、1フレーム投げですからね、やっぱり1フレーム投げは重要です。で、 B と D どっちでも出せますけれども、性能に違いはありませんのでご注意ください。はい、それじゃあ続いて必殺技ラルフキックいきますかね。後ろため前キックです。まあこの技自体はね、特別なんかいい使い道あるのかって言われたらそんなになくて、嫌がらせ技ですかね。相手がしゃがみガードしようとしたところをめくっちゃったりとか、そういう使い道ぐらいしかないような気がします。判定自体はめちゃくちゃ強いんで、相手が何か技出してきてくれたら相打ち以上が取れるなっていうところではあるんですけど、カウンターヒットも減りますんでね、相手が無敵技系のを出してくれて、でこの技見てから出してくれて相打ちカウンターで美味しいみたいなことはあるかもしれません。この技も漏れてしまわないように注意って言ったりとか、でヒットすると相手が浮くんで追撃可能になってます。今画面をして先端当てをしたおかげでこの馬乗りバク、バルカンパンチが繋がりましたけれども、画面中だとちょっと条件は厳しくなるので追撃ができます。だからまあヒットした時はしっかり追撃を決めてあげましょう。まあそんなもんかな。まあ、無理して使おうと思えばいろいろ面白い使い道あるのかもしれませんが、まあね、この技を使ったからって劇的な変化はないと思いますんで、これも趣味の技って言っちゃった方がいいかもしれません。こうやってね、こういうめくりで当てるっていうやり方も一応あるんですよね。じゃあ、次行きましょう。急降下爆弾パンチですね。これ2種類ありまして、空中版と地上版があるんですね。で、地上版は、上昇部分に攻撃変化がありまして、この上昇部分は、まあ、弱で出すと、まあ、そこそこの対空技として機能します。判定は結構強いんですね。弱も強も、そこそこの対空技として機能します。相打ち多いですけどね、判定が強いんでそれが頼れます。まあ、困ったら出してみてもいいんじゃないですかね。まあ、相打ち取れることが多いんで、残り体力の少ない相手が飛んできたらこの技で迎撃っていうのは、まあ、なかなかありだと思いますね。で、まあ、ガードされちゃったりすると大変なことになるんで、まあ、対空以外では使わない方がいいですね。で、空中版の方は、まあ、なんとかここまででも使っておりますが、まあ、空中からこうやって一瞬止まって急降下するものになっておりますので、相手のガードキャンセルフットマシを透かしたり、あとはまあ、こうやって出して対空技を釣ったりもできなくはないんですね。まあ、対空技釣っても、この自体が結構隙あるんで、動き出しが五分だったりすることもあるんですけどね、相手が対空技絡むっていうのは。まあ、空中で軌道を変えられるっていうのはそこそこの強みではあるんで、そういう使い方もしてみてください。ただガードされると非常に危険です。さて、じゃあ必殺技はそんなもんかな。必殺技これで全部になると思いますので、超必殺技に行きましょう。超必殺技、94からあるバルカン、バリバリバルカンパンチですね。バリバリバルカンパンチ、昔はね、小学校の時はよく、バルバルバリカンパンチと言い間違えておりましたが、バリバリバルカンパンチです。まあ、馬乗りバルカンパンチっていう調子技があるせいで影が非常に薄いんですけれども、まあ、なかなか無敵時間があります。弱へ出すと発生が1フレーム早い代わりに無敵時間がちょっと頼りないものになってるんですが、強盤は無敵時間、ちょっと信頼できるものになっております。ただ地上ヒットしないと途中で外れちゃって相手が先にダウンして反撃をもらうという悲しい目に遭いますので、まあ相手が地上にいて必ず地上でヒットするっていう時だけ、まあぶっ放すべきですかね。まあ一応しゃがみしいからどんどんダメージもそこそこですね。
じゃあまあそんなもんかな。まああの説明短いですけれども、あとは飛び道具ね、上のハリケーンアッパーを抜けて当てましょうとか、割り込みぶっぱなしで使いましょうぐらいしかこの技はないので、まあそれぐらいにとどめて、続いて馬乗りバルカンパンチですね。相手を押し倒した後にいっぱいなウルチョイスしたそうで、なかなか暴力的です ね。この技は無敵時間はまあほどほどについてて、まあ、特筆すべきは足元無敵がずっとついてるっていうところですね。足元無敵がずっとついてるんで、クリスのスライディングなんかを見てから出せると心強いです。で、あと、まあ、今やりましたけど、これ実は相手が近くにいないと、まあ、すぐに止まってくれるんですよね。こうやって移動してコマンド投げっていうのはできますんで、まあ、一発ネタではありますけど、まあ、遠目でね、みんなに接近して、ほらーみたいなことができますんで、まあ、一発ネタとして使ってみてもいいんじゃないですかね。まあ、手堅くいくなら、レンズバルですね。ダメージはなかなかない。で、マックス版になると、これ判定がね、攻撃判定が上まで出るようになりまして、対空になるっていうのは言い過ぎなんですけど、あの投げと追の選択肢で使えるんですね。あのスカシ投げとスカシ馬乗りバルカンパンチの2択ができるんですね。これ上に判定がある。でマックス版はあの非常にダメージがでかいので、結構一発逆転ネタですね。で、まあノーマル版もマックス版も当てた後に非常に長い有利フレームが取れますので、まあ、そこでゲージを貯めたり、まあ、ギャラクティカファントムを出して起き上がりに重ねたりとか、まあ、いろんなことできますので、まあ、この技を決めた後はなかなか美味しい状態になります。ただ連続技以外ではね、安定して決めることは難しいんで、なかなかこの有利フレームの恩恵に預かることはできないかもしれません、まあ、とりあえず連続技に使いましょう。それが一番安全です。クリスがスライディングばっかり打ってくるようなら足元無敵で抜けて当ててやろう、そのぐらいしかないかな。じゃあラストの超必殺技はギャラクティカファントムですね。はい、ギャグ技です。はい、しばらく固まったというとても危ないんですよね。ガード不能で非常に減るんですが、隙だらけです。構えてる間が隙だらけなんで、まあ当たらずにね、ダッシュ前転かなんかで裏回られて何やってんだいみたいな感じでコンボもらったりしますんで、使い道がないですね。馬乗り決めた後に、まあ、この技出しといて、でこの出始めのハメモーションみたいなやつの終了と同時に、まあ、相手が起き上がって、起き上がりにギャラクティカファントムが重なるみたいになるといいんですけども、まあ、それでも前提で抜けられちゃったりしますしね。まあ、ギャグ技ですよね。マックス版だと一応スーパーアーマーですね。はい、こんな感じであの相手の攻撃を耐えつつ突進して殴ってくれたりします。ですがまあ前転されちゃったら意味ないですしね。前転で裏回られちゃったらね、相手の方に向き直るわけでもないんで、このスーパーアーマーもちょっと活かしづらいです。でマックス版がカウンターヒットすると一応即死になるんですよね。一応即死です。ただカウンターヒットすんのかよって話ですよね。まあ、カウンターヒットすることは実戦ではほぼないと思いますので、やはりギャグ技ですね。まあ、暴発で出ちゃわないことを祈りましょう。はい、それじゃあ対戦参加場の方に行きましょう。その1、はい、C ボタンを押してブンブン振り回せ。まあなんかこれはどうなんだって気がしますけれども、まあしゃがみ C と遠距離 C が非常に優秀なんで、まあ、相手がねダルフ慣れしていない限りはこの技振り回しまくっても、結構安全だったりしますし、仮に慣れていてもこの技っていうのは結構ヒット率高いんですよね。結構いいところに攻撃判定出てくるんです。姿勢も速いですし、リーチも長いんで、この技振り回しまくってるだけでもなんか相手が格上でもね勝てちゃったりすることはあります。なもんで最初のうちはね、使い始めの頃はこのしゃがみ C と遠距離 C を振り回しまくって、どういうところで振っちゃいけないんだろう、どういう場面で振ったらいいんだろうっていうのを考えていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、説明の中でも言いましたけどね、投げを匂わしてちょっと離れたところからこの遠距離 C っていうのも有効ですし、まあ、しゃがみ C にしゃがみ C みたいな感じで相手の行動をね制限したりっていうのも悪くなる。当たると本当気持ちいいんでね、振り回したくなりますね。じゃあその2いきましょう。その2、ガードの固まった相手に投げを仕掛けろ。まあその1からつながる続くことなんですけれども、やっぱり C ボタンを振り回し、 C ボタンを押して、パンチ振り回してると相手としては無理に動くとこの C ボタンに引っかかっちゃって大変なことになるなっていうのは、まあ対戦してるうちに分かってくるはずなんで、
まあそうなってガードを固めるようになったらそこに走って投げるようにしようというところですね。まあ、もちろんあの C ボタン絡みだけじゃなくてね、ジャンプ D、ジャンプ C、ジャンプフットとかで、乗っかっている時に、まあ、透かしからこうやって投げたりとかもいいと思う。結構ラルフの通常技っていうのは単発も、ね、ダメージがでかいし判定も強いものが多いんで、相手を黙らせるのに向いてるんですね。相手を黙らせるのに向いてる技が多いので、まあそういう技で相手を黙らせて、で様子を見させて、そこに投げが決められるといいんじゃないかなと思います。投げを決めたら、まあ、また置き攻めでまた黙らせつつ投げる、投げを嫌がって動いたら C ボタンの行動が当たるとか、そういう流れが理想ですね。じゃあ対戦参加場の、その3ですね。まあこれは対戦参加場って呼んでいいのかどうかわからないんですが、ラルフの必殺技は漏れると危ないものばっかりです。なので暴発に気をつけろっていうことですね。例えば後ろ下がりながらね、急に前 C なんだとこういうのが出ます。ガードポーズから、あ、相手が近くに来た、前入れて C ボタンだ、通常投げになってもいいやと思ってやると、はい、こんなのも漏れたりしますので、とにかく暴発しやすいんですよ。ガード後にちょっと歩いてこの遠距離タッチ C を出そうとした場合でも、まあ、こんなのが出たりもします。なので本当にラルフ使いにとって、暴発をね防ぐっていうのは永遠のテーマですね。まあ、一応プレイヤー名出すのもあれなんですけど、大御所さんっていうラルフ使いで有名な方がいらっしゃるんですけれども、その方もやっぱりね暴発しちゃってね、ラルフが死んでしまうってことを何回か見たことがありますので、どんなにラルフを使いこなしても暴発するときはやっぱりあります。なので、まあ、暴発しないように、あ、これもしかしてためできちゃってるかなと思ったら、まあレバーを前に倒さずにニュートラルで C ボタンを押すだとか、あとは C ボタンは連打しすぎないように、連打しても3回まで、まあ、4回押すとねバルカンパンチが出ちゃうんで、ボタンを押すのは3回までとか、そういうのはちょっと体に覚え込ませなきゃいけないですね。とりあえず出ちゃうと本当に死に直結するんで、これは気をつけなきゃいけませんね。じゃあそんなところで、最後の発展編ですね。発展編っていうのは、まあ、これも発展編としてはちょっとねどうなんだって気がしないでもないんですけど、キャラ対策をしっかり立てろっていうところですね。結構ラルフは相手キャラによってやることを変えなきゃいけないんですね。このガーキャン吹っ飛ばしが、特にそうなんですけども、相手の姿勢が低いとこれスカっちゃいます。相手のジャンプ攻撃に対してこれをやると、ラルフが一人で向こう行っちゃいます。というわけで、まあ、結構不器用なんですよね、このガーキャン吹っ飛ばし。リーチがあって、これぐらいの距離からガードキャンスルーとかしても当たってくれるんで、そういう意味ではいいんですけど、まあ、使える場面が限られてきます。またこの遠距離タッチ C も非常に優秀なんですけれども、しゃがみ B なんか出されるとね一方的に負けちゃったりします。まあ、当然飛ばれても死にます。でこのしゃがみ C、まあ、強いっちゃ強いんですが、まあ、横方向にそこそこあるだけでクラークのものと違って上方向にあまりありません。なので、バレていると普通に飛び込みから連続技もらってしまいますね。そして、まあ、近い間合いの話も、このラルフの近距離 C っていうのはしゃがみに当たらないんですね。低姿勢のキャラのしゃがみに当たりませんので、これがちょっとまずいんですよね。当たらないんで前 BC にしなきゃいけないんですよ。で立ち B だったらね、まあ仮に出ちゃったとしても結構助かることが多いんですけども、立ち B だと、これになっちゃった場合の後の攻めなんかも考えなきゃいけないんですが、まあ、ガードされると、まあ、その後それなりに気まずい状況です。その後に、ダルフ側に有効な技がないのでちょっと気まずい状況だっていうのもありますし、本当に相手キャラに応じてやることを変えていかなきゃいけないんですね。まあラルフ同キャラなんかだとね、この近距離 C がしゃがみにも当たってくれていいんですけれど、当たらないキャラには前 BC にしたり、いろいろ工夫が必要になっちゃうんで、そこは頑張らないといけないというか、やり込んでいくうちにこのキャラにはこういう行動、この行動はやっちゃダメとか見つけていかなきゃいけないんですね。そこが若干めんどくさいし、ラルフを使っていくならば、避けては通れない、やらなくちゃいけないことかなと思います。さてさて、もう台本なしでねダーッと喋っちゃったんでかなりぐだっちゃってね、あまりよろしくない感じだとは思うんですけれども、とりあえずラルフの説明は、以上にしようと思います。カウンターヒットの時のダメージをねそんなに言及してこなかったんですけれども、ラルフの通常技は基本的にカウンターヒットするとダメージがでかいです。
なので、どの通常技もカウンターヒットすると、ダメージが2回ということをちょっと覚えておいてください。このキャラカウンターヒットを、取るだけで、非常に美味しい思いができます。相手がねパワーマックス発動なんかした場合には、強攻撃振り回しまくってカウンターヒットを取ってやりましょう。あと必殺技たちは、なかなか当てる機会がないんですけれども、キル値が全体的に高めに設定されております。なので、まあ、もしかしたらね、ボコボコ殴ってるうちに暴発で必殺技が出ちゃって、その必殺技も当たって相手がピヨルなんてこともあるかもしれませんね。馬取りバルカンパンチ、マックスマンなんかも一応気絶値があったりします。まあ、どうでもいいっすね。はい、じゃあそういうわけで、ラルフの勝ち方の一例の方に行ってみましょう。Yeah!